田尻直美のジャンプは時々土曜に出るから気をつけろ。皆さんこんにちは、田尻直美です。はい、ちょっと今回ね、ちょっと皆さんに聞いてほしいことがあるんですよ。なんかね、この前スーパーに行ったんですよ。だからスーパーにちっちゃな男の子がね、多分3歳4歳ぐらいかな、男の子がパタパタパタと走ってったんですよね。でポトッとミトンを手袋がこう左右紐でつながった、あれを落としてったんですよ。だから私はそれを拾って、その子を追いかけて、でその子に追いついたから首にかけながら手袋落としたよって言ったら、遠くにいるお母さんにママ変な人がって言ったんですよ。もうもうね、そのみんなのね、その注目を浴びながらね、言い訳してきました。手袋落としたんでもうね、つらい。初めてね、変質者と思われた。本当につらかった。なんかね、悲しくなりますよね。なんかほら、よく言うじゃないですか、暗くなってきたからあんまりね、早く家に帰んなさいよっておじいちゃんが小学生に声かけたら、もう次の日にはもう地域の防犯メールでね、声かけ発生みたいな、不審者から声かけられたみたいなね、そういうメールが出回る、そんな世知辛い世の中ですよ。もうね、なんでこうなったんだとなんで手袋を拾ってこんな扱いを受けないといけないのかと、まあ、すぐ誤解は解けましたけどね。お母さんもね、すぐちょっとびっくりされただけでね、もう二度と手袋は拾わないもう二度とちっちゃい子には絡まない、もうちょっとしたトラウマです、ね、そんな世知辛い世の中に向けて発信しますポッドキャスト今回も大丈夫かな、こんなに今回もね、コーナーの方も用意してますんで、皆さん、はい、しっかり聞いてくださいね。怪しいもんじゃございませんので。気になる情報丸ごとキャッチ、ナオボラアンテナ。はい、今回ナオミの、ナオボラアンテナがキャッチした情報というか気になるものなんですけれども、アドホックパーティー、これね、全くゲームをしない方はね、なんかちょっとこうセレブ的ななんかパーリーみたいなパーリーではないです、これアドホックパーティーというのがですね、プレイステーション3用の配信ソフトで、プレイステーションポータブル、PSP 間の、アドホック通信、アドホック通信というのがですね、同じ場所にその PSP を持ち寄ってプレイする方法なんですけど、それをインターネットを介してプレイ可能にするソフトです。なんで家にいながら日本中の人と、同じゲームで遊べちゃうというパーリーなんですけどはい、これね、私ずっとその家にある PS3 に一応そのダウンロードはしてたんですよ。でもなかなか使い方がわからなくてそのまま放置してたんですけど、風邪をひいてね、ずっと寝込んでて、で、有り余った時間がありまして、まあ、だいぶ体調も良くなった頃にちょっとやってみようかなと、モンハンをね、そうです、モンハンをずっとやってます。私もうね、モンハンの合間に仕事やってるって言っても過言じゃないぐらいモンハンの合間にこう生きてるみたいな感じなんですけどね。で、そのモンハンもそのアドホックパーティーを使うことによって、家にいながらいろんなその知らない人ともできますし、その友達とも家でこうそれぞれね、それぞれお家にいながらネット通信ができるという、
ことをですね最近初めて使いました。モンハン、モンハン知らないですか？モンハン、モンスターハンターですよそう、これね、この前友達に、リアル友達も一緒にツイッターやってるんですけど、私がもうツイッターにモンハンのことばっかり書くから、モンハンって何って聞かれて、まあ、モンスターハンターだよと、12月に発売されたやつで全国的に人気なんだよという話をしたんですけど、どんな内容なんだって聞かれて、説明したんですけど、モンスターを買ってこう狩猟生活みたいな、でその素材を集めて自分の武器や防具を強くするゲームっていう風に話したんですけど、何一つ面白さが伝わらなくて、ふーんみたいなまあそりゃそうよねみたいな。だけどこの言葉だけ聞いたら多分ね、しけた感じだなと思われると思うんですけど、実際やってる方はね本当にお寝る間も惜しいんでね、本当にゲームの合間に生きてるみたいなうん、もうね、そのモンハン、多分モンハンのやりすぎなんだと思うんですけど、こう普通にテレビとか見てて、動物のね、ドキュメントとか見てても、あ、借りたいなとか思っちゃうんですよ、大きな動物を見ると。多分それモンハン病なんでしょうけどね。でそういったその狩りをするっていうのがやっぱ一人でもできるんですよ。一人でそのモンスターを買ってその素材を集めてっていうこともできるんですけど、そのモンハンの醍醐味はやっぱ最高4人まで集まって一つのそのクエストをこなすことができるんですね。4人でこう、なんて言うんだろう、自分たちの欲しい素材を持ってるモンスターを一緒に狩りに行くと、一人だと狩れないモンスターも4人だと楽勝みたいな、そんなゲームなんですでそれはね、本当はその4人その場に集まってそこでこうワイワイやるのが楽しいんですけど、やっぱどうしてもね大人になるとね、鈴木んち集合みたいなね、帰ったらとかできないじゃないですか。小学生の時はできてましたけど、で今はそういうことができないから、そういう時に役に立つのがアドホックパーティーなんです。これはちょっとプレステ3を起動させないといけないっていうのはちょっとあるんですけど、そうすることによって、うん、ちょっとまだ外国の方ではできないらしいんですけど、日本中のそのいろんなプレイヤーと一緒に狩りができるっていう。で昨日その初めてやったんですよ。で一応そのチャットをしながら一つのそのクエストをやっていくんですけど、その狩りに出る前にいろいろ準備をそれぞれしないといけないんで、結構待ち時間があるんですよ。でその待ち時間にいろいろちょこちょこちょっとした小話を挟みながらこうコミュニケーションを取っていくっていう流れだったんですけど、最初やっぱドキドキしましたよ、知らない人とゲームなんてみたいな。でもこの最後の方にこう来る、なんていうんですかね、こう仲間よみたいな我が仲間よみたいな、知らない人ですけどみんな、でもなんか変な連帯感が生まれてね、これ本当にハマる人ハマると思うんですよね。今までずっとほとんど一人でやってて、面白くねえなーとか思ってたんですけど、やっぱこう4人とかみんなで狩りに行くと、ダメ、みんなでやるゲームだ、あれば多分すごい楽しかったです。でそのね、ちょっとしたコミュニケーションを取ってたんですけど、昨日はその私の他にも20歳の大学生の男の子と30歳の男の人、あと33歳の、男の人、その人はなんか中2の息子がいるとか言ってて、でなんかそういう4人でずっと何時間、なんか結構してたな、明るいうちから気づいたらもう夜なってましたもんね、もののけ姫始まってましたもんね、結構やってましたよ。結構長い時間やってたんですけど、でね、その間に大学生の男の子が、すごい和気あいあいとやってたんですけど、途中でその大学生の男の子が横に今彼女がいるみたいなことをポロッと言っちゃったもんだから、もうそれからなんかちょっとみんななんか冷たいんですよ。わかりやすいですよね、もうみんなそういうの厳しいですからなんかね、もうなんか最終的にはもう本当になんかそういうのも含め、なんかこう友達でやってる感覚でね、すごい楽しかったです。これ本当に持ってる人はちょっとダウンロードしてみてください。無料です。
無料でダウンロードができて無料で、もうインターネットの環境があってプレス3があればね、そのアドホックパーティーでできますんで、ちょっと一緒に借りましょうよ。ちょっと私もちょっと皆さんと借りたいですよ。なんか12月から知らなかったんですけど、12月からこうモンハン仕様の特設ワールドができてて、背景とかもそのモンハンのフィールドなんですよ。もう上がりますね、テンションね。ちょっとちょ今すぐ帰ってやりたいぐらいの。もう帰って靴脱いだらもうすぐ電源パチン入れたいぐらい。うん、もういつでもできるようにね、今日は持ってきてないんですけど、いつでもできるようにスリープモードにしてるんで、はい、速攻借りたいと思います。はい、結構ね、そうツイッターでね、モンハンのことつぶやいて、みんなね、リアルの女の子、うん、みんなしかとですけども、はい、みんなちょっとみんなで借りましょう。ちょっともう時期的にちょっとね、12月発売でちょっと遅い話題かなと思ったんですけど、あのゲームはもう遅いも早いもないですからね。ちょっと皆さんで楽しく借りに行きましょう。ごめんなさいね、なんかね、もっとね、モンハンの話したかったんですけど、ちょっとね、ストップかかっちゃいましたんで。はい、モンハンの方もね、ガンガン買って、装備とかね、強くしていきたいと思ってるんでね、その方も、ね、詳しく、ツイッターで実況してますんで、チェックお願いします。はい。じゃあ、恒例のお知らせ、いっちゃおうかな。よし、じゃあ、いっちゃおう。私ですね、田尻直美、JCOM 福岡さんのチャンネル F ボイスという番組でですね、レポーターをやっています。 JCOM チャンネル福岡を見るには、 JCOM テレビのご加入者はもちろん、 JCOM のシステムが導入されている集合住宅にお住まいの方は、ご家庭のテレビで JCOM チャンネル福岡を無料でご覧いただけます。放送エリアは福岡市、古賀市、糸島市、新宮町、加瀬屋町、宗像市、福津市です。一部地域建物やご家庭のテレビの使用によりご視聴いただけない場合があります。また宗像市、福津市では一部の時間帯で福岡地区と放送内容が異なりますので、詳しくは JCOM チャンネル福岡のホームページでチェックお願いします。はい。ね、ちょっと鼻が詰まってんの今日。はい。で、いつもね、出てる時と出てない時があるので、出た時はね、しつこいぐらいインフォメーションしたいと思いますんで、ブログとツイッターの方チェックお願いします。ブログの URL は、http://amebro.jp/naomilk-turbo-rock です。ツイッターのアカウントは naomilk_turbo です。田尻直美で検索したら一発で出てくると思いますんでね、めんどくさい人は検索してください。はいね、これ健康の状態でポッドキャストを収録したことあるかな。なんかいつもなんかね、ぐじぐじ言ってね、寒いだの風邪ひいただのずっと言ってますけどね、次回は2月配信ということでね、もう春も間近ということで、全く風邪をひいてないまっさらの状態で、はい、配信したいと思いますんで、皆さんね、お風邪などひかれないように、インフルエンザも気をつけてくださいね。はい、それでは健康でまた次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はタレントモデルプロダクションノーメイクの提供でお届けしました。